6ホール目はボギーでした。ボギーでした。負け。じゃあ7ホール目パー4いきましょう。お願いします。お願いします。めっちゃトリッキーですね。はい、トリッキーコース誰が選んだんですか。私です。私です。なんで。いじめ、ちょっと日頃の恨みをみんなにぶつけようと思った。どんなやつなんですかそれ。コースでぶつける。後半出すで。出すでっていう脅し。よいしょ。宣言通り。いやー、いいとこですね。完璧。もうフェアウェイの幅10ヤードか15ヤードぐらいしかなそうですけど、ちゃんと真ん中に。ありゃ。お願いします。切り替えの速さ。切り替え早いわ。任せられた。よいしょ。あ、でも全然あそこだった。あ、やばい。やべ。やべ。うわー、惜しい。ゴルピアさん、ごめんなさい。水切りしたかったね。ゴルピアボールが消えちゃいました。ちょっと低かった、こうやってた。ねえ。しゃあない。じゃあ、ここから打ちます。まさかの万太郎さんのボール採用。はい。やらかしました。はい、小座太郎なんで、刻んで。小座育太郎さん。ちょっと刻み始めます。239。はい。あーんだ。前行きました。前行った。キープ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 。あー！大丈夫だよ。181です。あ、どう？大丈夫。けど右だね。右行っちゃいました。大丈夫です。はい。4番ユーティリティでいきます。はい、よいしょ。いや、もういい距離なんじゃないですか。多分残り74ヤード52度で打ちます。はい、ナイス。ちょっと短い。あ、惜しい。わー、傾斜で。あ、大丈夫ですね。はい、ナイスでーす。54度でいきます。はい、いい当たり。オーバーかな。多分止まるんじゃないですか。ナイスです。ナイス。いけ。おー、やった。すごい。なんかナイスアプローチ。56でいきます。はい、おー、ナイストライ。あ、強かった。いや、いいと思う。おー、惜しい。ナイストライ。ありがとうございます。弱いか。惜しい。みなみちゃんの説教だ。はい、はい。あ、OK です。おー、うわー、入んないのか。オッケー。ウサギ落としてみた。万太郎さんのフォルムでウサギ使ってたら面白いですけどね。強いですね。なんか向こうチームワークがなんかいい感じに、どっちかがいい感じ。あ、そうそうそう、こちら同じとこ一緒に。ずっと同じミス。同じミスを言っちゃいますね。楽しかったら何でもいいですよね。このハールール書いて西に回ってもらえばね。えなおさんは歴何年なんですか。クラブを初めに持ったのは中学生ぐらいの時ですよね。まあ、近くに練習場があったんでね、遊び程度で自転車のカゴに 2,3 本入れて。そんなノリだったのか。そんなノリっすよ。いいっすね。なんか、ね、なんかいい環境。そんな環境ある。初ラウンドは30超えてからなんで。じゃあ遊びで打ちっぱだけやってたのか。それも短い間ね。
そうなんや。でも確かに姫路もなんか中学生がなんか5人ぐらいで打ちっぱなししてた、うん、え、そうなの？そういうノリなんかな。なんかでも微笑ましくていい ね、 そういうね。確かに。あんま関東でそういう見かけないもんね。見かけない。全然おらん、ね、チャリで積んできてわーってなん。チャリすごいよね。俺虫かごしかやれたことないわチャリで。7ホール目はボギーでした。パーでした。ナイスパー。ナイスパーです。ちょっと負けてるんで頑張ります、うん、頑張ります。8ホール目パー4行きましょう。はい、はい、リスクを負いますか。チャレンジ305でしょ。これってこういう刻むか超えるかってやつか。あの切り方がグリーン。チャレンジしてみますか。ワンオンですか。ワンオン。おお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 あー、いけ。めっちゃ曲がった。あんな曲がる？ね。やっぱあれじゃない。万振りしますよね。万振り。もちろん。狙いに行きます。え、結構飛びますよね。あー、わた、あ、そう。あ、実際の距離は、はい、ドライバー。そう、ドライバー。ガンボじゃないやつ。そう。190とか80ぐらいかなっていう。女性やったら結構飛ぶんじゃないですか。飛ぶ方ですね。うん。で、200目指してるんです。200って言いたいなって。え、わかりますよ。そうそう。右にあった。あー、ちょっと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 なんかちょっと、なんかちょっとね、なんかちょっとあるかないか、やばそう。お、ここで波チームは、はい、ティーショットがない。ティーショットはありますよ。ティーショットじゃない、ティーがティーがないんですよね。ティーショットじゃなかった。ティーショットなかったら負けですからね、もう。私はカナメに煽りながら7番ウッドできます。うー、勝ちにこだわってますね。はい、ダブルチキンなんで。やっぱり。ゴルピアさん、あと1個しかないやん、ゴルピアさん。もうほんまに全員いけ。いや、でも難しいやろ、ここ。ここね、誰がこのコース選んだ。俺。いや、守りに入ったつもりだったからな。しょうがないですね。いや、もうこれで全員ヒットだね。あ、そっか、じゃあいいや。確かに。あれー、あ、そうか。嬉しい。やった。わー、ありがたい。うん、追い込まれました。あざす。いい音。ナイス。うん、さすがにゴルピアさんを使うのやめます。ラス1はちょっと、はい、9番です。はい、やだ、まっすぐ、ゴロ、おー、大丈夫、セーフ、セーフ、なくなってはない。はい、90ヤードピッチングです。はい、うまい。あ、短いか、短いや、短い。やっぱ全員1個は入れる。54でいきます。はい、うまい、うん、ちょっと待ってた。ナイスです。ナイスです。助け合ってますね。ねえ、受け入れたらみたいな。うん、うまい。ちょっと強いか。はい、うん、ナイスですね。はい、ヒロさんに教えてもらいましたもんね。はい、わかりました、はい、意識しとん、はい、右膝出てなかったですもん。56でいきます。はい、お願いします。うまい、うまい、入る、入った、おいしい、ナイスです。おいしい、うん、惜しい、ナイスライ、58で、はい、リーディングエッジで打ちたいと思います。コツンとですか。はい、うまい、うまい、
惜しい。惜しい。うわー、オッケー。惜しい。しちゃった。オッケーですって本当は僕が言うことじゃないですけど。チーム同士でやるんですけど。ちょっとちょっともうそういうの待ってました本当に。うわー、オッケース。差が開いてしまいました。はい、まあ、ある意味仲良しということで。はい、そうですね。はい、まあいいかな。後半は西に任せよう。のリーディングエッジの打ち方もね。あれすごかったですね。小賀さんがやってました。小賀美穂さんが。はい、逆目のカップが近い時は、はい、パターの打ち方で、はい、歯で打ってた。へえ。歯で打ってた。すごい。宣言通り。なんかバウンス普通に当てちゃうと逆目で突っかかっちゃうからみたいな。スピンかかるんで、はいはいはい、やっぱそのちょっとラフに取られるやすい。へえ。8ホール目はダボでした。ボギーでした。お。はい。しっかり一緒に池入れてきました。池にお揃い。はい。結構負けてきた。どうしよう。じゃあ9ホール目パー5行きましょう。お願いします。お願いします。前半ラスト。はい。ロングなんで、うん、そのとりあえずティーショットで距離だけを稼いでいくのか、セカンドが打ちやすいようにか、あんま飛ばしてしまうとアンジュレーションがあるので、セカンド自体も打ちにくくなってくるの。まっすぐ行く方。まっすぐ行く方が距離ですか、距離稼ぎますか。ま、振った方がまっすぐ行くんで。ですね。じゃあそうしましょう。私の提案大丈夫か。不安なんですけど。よいしょ。ナイスです。ナイスです。ラフ。ラフ。あいい。フェアウェイドラフギリギリですね。ギリかな。こちらもう悩んでおります。悩んでます。どっちがいいですか。何ですかそれ。これはドライバーとスプーンです。うーん、じゃあまっすぐ行く方で。じゃあドライバーで。まっすぐ行かん方や。何その下りは。てかドライバーまっすぐ行くのは悩む必要ないですけどね。はい。おお、まっすぐ。すごい。ナイスでーす。ナイスすぐ行く方でした。有言実行。悩んでたやろ。確かに。すごい。今日一でしたね今。ありがとうございます。ナイスまっすぐ。ありがとうございます。ナイスでーす。感じでした。素晴らしい。はい、太郎さん、はい、どっち悩んでるんですけどどっちがいいですか。はい、それ何ですか。どっちもドライバーです。さっきピンまっすぐ行ったんでまっすぐ行った方がいいじゃないですか。本当ですか。まっすぐ行く方ですか。はい、じゃあやります。じゃあやりますって。ただのめっちゃ硬いドライバーで打つ回になってますけどね。もうでも大丈夫。ナイス。まっすぐ行った。ナイス。すみません、打っちゃいました。いや、よくこれを打てる。すごい、すごい打ったの。硬いですね、シャフトとか何なんですか。 7X の、元上司なんで結構硬い。だいぶ硬い。あ、絶対上がらんと思う。パワーヒッター用です。そうなんですね。しかも、角度が 8.5 ですね。あー、さすがに上がらないですね。うん、それをあんだけしっかり叩けたらね。逆に言うといかに今使ってるクラブが合ってないかって。みんなに言われて、ね、左決まりですか。あ、リディースのクラブ。はい、あ、全部です。そうなんです。この面メンズですか。あ、私そう今年全部変えて、うん、メンズに。どうですか。やっぱ難しいです。なんか慣れるまではちょっと難しいけど、慣れてしまえばそっちの方が飛ぶなって。あ、やっぱそうなんだ。弱い力で結構飛んでくれるからいいなっていう。250ヤード5番ウッドです。よいしょ。うまい。いい感じ。いい感じです、ね、やった、嬉しい。じゃあ5番ウッドで、はい、うわー、出た。
うん、全然大丈夫ですね。左サイド243、7番アウトです。はい、左左ひー、はい、オッケー、ナイス、もう周りかグリーン打ってるか、ね、ナイスー、ありがとうございます。100ヤードピッチングで、はい、いい音、ね、乗れそう乗れそう、右だけど、はい、ナイスー、50度でいきます、はい、おお、ちょっと奥なんですか、すんごいこんなラインやからさ、はい、2人でまたショートしそうやなぁ思って2人ともダフるか、2人ともホームランするかじゃあ、はい、せめてちゃう方にしましょう。そうです、ね、ショートしたらどっちかがホームランになっちゃうやつで、いや、乗せよ乗せよ、まず乗せよ、まず乗せよ、はい、短い短い、乗らへんかった、乗らへんのかーい、はい、オーバーさせます、お願いします、おおおお、いいな、めっちゃうまい、めっちゃうまい、あ、早いわ、早3度です、はい、まあでもでも多分あそこから結構いきますよ、よくはないけど、うん、ピッチングで、はい、うまい、うまい、ナイスです、いけ、チッキン短い、来い、うん、来た来た、うわあれで入んないの、今日はずっとカップに舐められますね、ナイス、うまい、ありがとうございます、素晴らしい、パパ、うん、やん、負けっぱなし、いい子も取れない、いい子も取れへんかった後半は西がやるんで、あ、そうか、はい、はい、でも急遽ルール変えてますよ、多分